自粛生活を余儀なくされた僕たちのもとに突如舞い込んだドラマのメインキャストオーディション。アンケート提出までに残された時間はわずかだが、僕たちのモチベーションは高い。なぜなら楽しい。こういう時間ってやっぱり幸せなんだな。エピソード系か、辛いパートになってきたな。前半変えるか。いやでも優先順位的に口癖は残したいから、口癖が生まれたエピソードって感じで紐付けるか。うわぁ、そろそろアンケート書き出さないと間に合わない。あ、もう同時進行だなこれ。パートナーなし、恋愛経験なし、幸せに関するエピソード、レアなアイテムを女性プレイヤーにプレゼントしてお礼にハートマークをもらったとき、でもいつも一方的に送りつけている。どんどん元ない方向に進んでってるんですけど、こんなんでいいのか、書き直すべきなのか、どうすればいいんだよ。うだうだ悩んでても仕方ない。一点突破、オーディション通せ。エンカウンター。いや絶対これキャラクター強くくるでしょ。みんなハリウッドスターの名前、ケンさん、渡辺ケンさん、巧みな人間、渡辺匠、いいじゃん。性別、男女、 X ジェンダー。こんにちは、渡辺匠です。匠って呼んで。年齢、女性に年齢なんて聞かないの。匠って呼んで。趣味、私の趣味はね、教えない。ちょっと待ってくれ。これは無理がある。あなたの作った役は何が目的でこの面接を受講するのですか。内気で、あ、就職面接に一度も受かったことがない。40歳で99回目の就職面接。ちょっと弱いな。ただのエリートサラリーマンじゃ面白くねえもんな。表の顔と裏の顔だよな。実はダメよ。アローハー、渡辺匠です。40歳です。ダメ男だから仕事してないもんな。マハロー。1000万欲しいから来たダメ男がエリートサラリーマンのふりしてくる。こんにちは、渡辺匠です。自分のスキルを生かした仕事がしたいです。どうぞよろしくお願いいたします。 OK。 だけどエリートのふりして、後々見つかってきたらこれだんだん面白くなるじゃない。これ学歴、早稲田大学経済学部、うん、卒業、本当は高校中退、得意だった学科数学、うっそぴょーん、保健室大好き、生活のタイムテーブルについてのエピソード。朝出社8時から残業するもんな、10時。帰りに近所の行きつけのバーに立ち寄る。うん、エリートっぽい。でも本当は近所の激安焼き鳥屋でハッピーアワー。現在の経済状況、年収は1000万、だが行ってくるね、ダーリン。マレンちゃん、浮気しないでよ。
ダーリンのために親父とお酒飲むだけだよ。浮気なんてしないよ。俺がハワイの開発事業に失敗しなければ。やだ、泣かないで。今度の就職面接で1000万ゲットだよ。ね。ふう。現在の経済状況。あ、これ今月のお小遣いだよ。おお、2万円。あざーす。月収2万。ダメ落としては。本当に最低限の生活をしている。いいね。特技、料理。料理にして、ちょっとこだわってそうにタイ料理。本当の特技は嘘をつくこと。得意なスポーツ。エリート。サッカー、野球。剣道だな。よし、剣道とかの話失敗して戦わなければならない時がある。剣道10年。剣道10年。本当はサーフィン。でもネットサーフィンだけどね。趣味ワイン。エリートサラリーマンとしては趣味がワインだけど、本当はダメ男だからあまりワインをわからない。これどうやって使うんだ。父親とのエピソード。父親、大手銀行員。毎週、政治経済について飲みながら話す。本当はトラックの運転手。話題はいつも、八代亜紀。母親。母親、元宝塚。本当は、宝くじ販売のパート。いいんじゃないこれ。イライラする時のエピソード。髪の毛をいじくって喋る人。やべ、大丈夫かなこれで。髪の毛をいじって喋る人。髪の毛をいじる、なかなかいねえかな。体も入れとくか。体。髪の毛と体をいじって喋る人。イライラする。口癖。絶対そうだ。かしこまりました。かしこまりました。アリエル。頑張ろう。全然口癖になってね。あーもう、オーマイガッ、オーマイガッシュ。オーマイガッシュ。オーマイガッシュいいんじゃない。ん、何かあることに、オーマイガー、オーマイガー、ちょっと英語わかるような感じ、オーマイガッシュ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 。審査はアンケートの記入のみ。主役の自己概念の形成、オーディションの変化に戸惑いながらも全力で変化に対応しようと努力する俳優たち。キャラクターの強さにこだわった高木はエリートサラリーマンを演じる紐のダメ男を選択した。この男の本性が作品をかき回すことになるのか。エンカウンター、あなたはもうすぐ遭遇する。